グラボ高すぎなんだよって言葉が毎日のようにツイッターを賑わして見慣れた感がある今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。海外ではグラボの入荷情報をリアルタイムで配信し続けているチャンネルが1周年を迎えて、なんだかよくわからないアニバーサリー動画を出していたりするんですが、もう何が狂っているのかよくわかりません。前回のインテルから発売されるゲーミング GPU アークの動画がありがたいことに超好評なので、どう考えてもここは GPU ネタを続けてやるべきなんですが、次回予告で AMD の APU とかの話をしてしまっているので、今回は AMD の2022年発売の CPU と APU のお話と、その前に前回の動画が好評で多くの方に見ていただいたので、やっと緩和9台の間違った使い方を突っ込んでいただきました。いやー嬉しかった、よかった。苦節3回分気づいていただいてありがとうございました。2021年中で本当に良かった。ってことで、まずは AMD の Ryzen CPU のこれまでを振り返ります。インテルの第12世代が登場してもなお圧倒的なマルチコア性能や周辺機器の入手性の良さで自作家たちに愛されている Zen 3 CPU。 2021年年末商戦でマゾボとのセット割引や CPU 自体もセール価格になり、 CPU の販売数ランキングではインテル第12世代 CPU との激しい争いを展開しています。で、そもそもこの Zen 3の一つ前、 Zen 2が2019年7月7日に登場したことがインテルが独占していた CPU 市場のブレイクスルーとなったわけです。 Zen 2に移る前までインテル第2世代サンディーブリッジやアイビーブリッジを愛していた方も多いと思います。そんなこと言ってる私もその中の一人ですけども、 AMD の Zen 2が打ち破ったのは驚異的なワッパと圧倒的なコア数だと考えられます。要するにインテルはエンドユーザーが使う CPU のコア数が長い間4コア8スレッドだったり、微細化が遅々として進まなかった製造プロセスによって発熱量の高さに見切りをつけられたといったところでしょうか。なのでライゼンの優位性は圧倒的なマルチコア性能とワッパの高さに集約されるわけ。ただ普通に考えたら性能も上がるが電力も食うコアを増やせば必然的にワッパーは落ちていくのが当たり前なのに、そのどちらも両立させたのが TSMC が製造した7ナノメートルまで微細化されたプロセス。あれだけ自社製プロセスにこだわっていたインテルが白旗を上げて TSMC に CPU 用のプロセスを発注することになるわけです。 TSMC はまるでアナハイムエレクトロニクスなわけ。ってことで缶は9台。2022年 AMD が販売を予定しているデスクトップ向け APU、 まず皆さんに謝らなければならないんですが、発売はおそらく Zen 4と同時になるみたい。え、ふざけんなよ。やっぱり映像出力できるインテル第12世代の方がいいよね。まあなんていうか、まあなんていうか、何もかもコロナのせいだって感じなんですが、まずはすでに AMD から発表されているノートパソコン用 APU のロードマップをご覧ください。コンシューマーエレクトロニクスショー2022で発表される予定の6000番台は CPU が TSMC 製6ナノで製造される Zen 3 プラス、 GPU は Navi2、 要は RDNA2 だと思いますが、 TDP は 45W。 ちなみに驚くのは DDR5 メモリに対応すること。これ大丈夫なのか不安しかないんですが、まあなんとかなるんでしょう。で、デスクトップ版の APU のとりあえず現在分かっているスペックなどをご紹介していきます。 CPU は同じく TSMC 製6ナノで製造される Zen 3 プラス、 GPU は RDNA2 で TDP は 65W。 これって新しい Ryzen シリーズが発売された1年後に登場する G シリーズっぽい感じ。この2021年も押し迫った今、なんだろうこれじゃない感。しかもほぼこれくらいの情報しか出せない状況。私はこの程度の APU を紹介したかったんじゃない。ってことで、やはりド本命である Zen 4をご紹介。TSMC 製5ナノプロセスを使って製造される Zen 4はコードネームラファエルで、 Zen 3に比べて IPC が 25% 程度向上し、手動 OC でなくても 5GB に到達しそう。やっぱりワッパも良さそうです。そして 3DV キャッシュはもちろん利用されるみたい。ハイエンド CPU の TGP は 170W になると見られており、簡易水冷が推奨されるみたい。とはいえあくまで TGP なので、調整次第で空冷 CPU クーラーでも十分運用できそうで、 TDP は 120W くらいになるみたい。そして今までは CPU 側にピンがついていましたが、 Zen 4からは LGA を採用し、マザーボード側にピンが移ります。で、インテル第12世代同様に CPU 側では DDR4、DDR5 および PCIe5.0 に対応します。ただマザーボード側で DDR4 に対応するモデルの情報は今のところないので、 DDR5 メモリの流通が増えることを望みます。で、意外なのが Zen 4からは内蔵 GPU が標準搭載するみたい。これはインテルがシェアを握っている法人向けパソコンへの本格参入
だと見られています。ただ AMD は映像出力できる CPU を APU として販売をしています。この流れは続くみたい。単純に Zen 4 CPU で搭載される内蔵 GPU はあくまでディスプレイに映像出力が可能なレベルでゲームが快適にできるっていうわけではなさそう。内蔵 GPU でゲームを快適にプレイしたい場合は APU が必要になるみたい。あれ、 Zen 4と同時期に発売される Zen 3 Plus RDNA 2搭載の APU はその層向けになるのかもしれないですね。これは実は紹介しておいてよかったのかも。さっきはさらっとやってしまいましたが、 Zen 3 CPU と RDNA 2 GPU を搭載しノート PC 向け APU として発売が予定されているコードネームレンブラントのリークされた 3D マーク13タイムスパイのスコアは Zen 3 CPU に Vega 8 GPU を搭載した 5700G の約2倍、インテル第12世代 12900K の3倍とデスクトップ版スコアを軽く凌駕しており、そもそも 1050Ti 以上1650以下と描写設定さえ欲張らなければぬるぬるに FPS ゲームが可能なスコアを叩き出しているからです。ノート PC 用の APU でこのスコアなので、デスクトップ向け APU では IPC や冷却性能の向上などなどスコアが上がる要因しか残っていないのでワクワクが止まらなくなりそう。正直先ほどは存在に扱ってしまい申し訳ございませんでした。とはいえデスクトップ版の情報が少なすぎて、はい、言い訳終わり、感は9台で、みんな気になっているのはコア数が増えるのかどうかじゃないでしょうか。 Zen 2から Zen 3になる際にコア数の増加はありませんでしたが、ただ今回はプロセスの微細化が進んだこと、 3DV キャッシュを利用することでスペースが生まれることから少なからず増加すると見られています。800番台で搭載コア数が2桁になるのではとも言われていたりしますよ。ってことでライゼンの特徴であるワッパおよびマルチコア性能は今回も伸ばしてきそうな AMD の明日はどっちでしょうか。皆さんはどう思われるでしょう。このチャンネルは自作 PC に関する様々なことをご紹介していきます。自作 PC に関する質問あればコメント欄にどうぞ、ショート動画などで答えていきます。チャンネル登録や高評価ぜひぜひお願いします。これまでは1年に1度のペースで新アーキテクチャを発表販売していた AMD、 しかしコロナ前から Zen 3から Zen 4は1年空く予定をしていた。満を持して登場する Zen 4の真の姿はいかほどか。そんな折2022年1月4日に開催される CES2022 にて各メーカーが新しい発表をするが、それはまた別の話。ブローのまとめ戦略、ライゼンの方が有名 AMD。 ということで次回も見てくださいね。バイなら。今回もご視聴ありがとうございました。2021年最後も AMD の動画で締めさせていただきました。インテルはねまた何回かやろうと思いますんで、よろしくお願いします。来年もどうぞごひいきに。ほな。